どうも西田渡です、本日なんですけれども画素数っていうものについて解説していこうかなというふうに思っております。ですね、今ちょっとサブチャンネルの方も僕解説してまして、そちらの方でね画素数についてこうひたすら喋ってみたんですけれども、解説してみたと。で思っていることをねこう述べさせてもらったんですけれども、結構ね多くの方にご覧いただけたので、これはちょっとメインチャンネルの方でも扱うトピックとしてもいいかなというふうに思っております。で最近ね EOS R6 の結構拡張度の角度の高い情報が出てきた中で、 EOS R6 が2000万画素で出てくるんじゃないかと。でこれどういうことかと言います と、結局、今までね普通カメラっていうと2400万画素そしてね3200万画素とか APS-C ですらもう3000万画素時代っていう雰囲気になっていたんですけれども、いよいよフルサイズなのに2000万画素そして 1DX Mark III も今2000万画素で出てきてますよね。これがどういうことなのかっていうことなんですよね。先にね結論から申し上げていきますね。で今の時代はですね、もういよいよカメラって2000万画素あたりがもう2000万画素切るとさすがにですけど、2000万画素から2400、500、600万画素ぐらいが、ね、理想的なバランスなのかなっていうふうにね僕思い始めていますね。まあ動画をかなり撮る時代であるっていうことが一つ、そして皆さんいかがですかね、自分が撮った写真をじゃあ何パーセント何十パーセント実際にプリントしたり出力したりしてるかっていうとこですよね。まあ、僕なんかはねやはり作品とかで個展とか写真集とかまで展開することを考えたり、そして商業ベースでは雑誌とかポスターの撮影をするっていうことも前提で高画素機の運用もねしている形なんですが、皆様が普段接する写真っていうものは意外とスマートフォンとかパソコン、その中の SNS っていうところでね写真がほとんど 95% ぐらいは完結してないですかね。そう考えるとですね、ハンドリング、そしてデータの素養の良さですよね。その解像度とかラチュードと呼ばれるね色の情報とかが入っているグラデーションとか、そのバランスで考えると確かにフルサイズで2000万画素台っていうのは非常にバランスがいいんじゃないかなっていうふうに最近僕は思い始めてます。そして2000万画素あれば、まあ、6K ぐらいまでは撮れるわけですよ、要は動画もね。そう考えると、そして運用を考えていく、スチールの方でも本当に撮った書き込むっていうその連写のバッファーを考えても、そしてデータのねハードディスクにそのまんまバックアップを取る際の容量の圧迫を考えても2000万画素台が理想的なバランスかなっていうふうに最近は結論付けてますね。今結論付けた2000万画素台が理想的なバランスだと、そういったところの深掘り解説をしていこうかなというふうに思っております。でさらになんですけれども、なぜ高画素機がさらに必要なのか、2000万画素以外で高画素機が必要な場合というところも高画素機のメリットとしてお伝えしていこうかなというふうに思います。では深掘り解説の1件目なんですけれども、撮像素子のサイズと、そして映像エンジンですね。撮像素子のサイズっていうのはフルサイズ、そして映像エンジンと、でさらに前に入っているローパスフィルターですよね。最近ローパスフィルターレスっていうカメラも増えてきてますが、やはりねローパスフィルターはそのモアレとかを考えると結構大事なことなので、その3つですね、撮像素子、映像エンジン、そしてローパスフィルターの精度で写真の画質が決まる時代かなっていうふうに思っております。フルサイズの撮像素子の中に入っているのが5000万個なのか2000万個なのかっていうのが要は画素数になるわけですけれども、まあ、仮にですね2000万個入ってたとしても5000万個入っているよりも明らかに一粒自体が大きくなりますよね。その色の情報とか1画素の情報が、そうなってくるとかなり潤沢な色情報が入っているために、この2000万画素だったものを仮に5000万画素に膨らましたとしても十分にですね綺麗なデータに仕上がるんじゃないかなというふうなのが予想されますよね。なので最近出た 1DX Mark III は最新の映像エンジンですね、デジック X、 そして最新の撮像素子が入っている、そして優秀なローパスフィルター、そこもね開発の人が相当売りにしてたのでかなりモアレが出にくいっていうのと、ローパスフィルターをもう何枚4枚ぐらい入れてると、それがかなりいい感じに光を分散してくれると、そういった形で2000万画素しかないカメラだって考えるよりも優秀な映像エンジン、そして優秀な撮像素子、そして素晴らしいローパスフィルターと、その三味が一体となってすごい絵が吐き出されるっていう風に考えていく方が健全なのかなっていうふうには思いますよね。昨今のちょっと社会的な情勢っていうのもあって、まだね 1DX Mark III がちょっと僕の手元に回ってきてない状況だったりもするので、これからのレビューにはなるんですが、本当にね 1DX Mark III
の吐き出す絵っていうものがですね、非常に楽しみだなというふうに今思っておりますね。続いてなんですけれども、高画素機のメリットというところも説明しておこうかなと思います。で、5000万画素がなぜいいのかというところですね。これはもう完全に僕の商業レベルの話になってくるんですけれども、例えばポスター撮影、タレントさんを撮影するってなった時にはですね、まあ、雑誌とかもそうなんですが、もうあくまでもレタッチが前提での撮影になってしまうんですね。例えばこういった細かいシミとかそういったものを細かく消していきますと。で、細かく消した方が明らかにレタッチした後のデータがすごくきれいに仕上がるので、そうなると2000万画素で拡大するよりも5000万画素で拡大した方が本当に細かいところまで映り込んでいるので、そういった意味ではレタッチがすごくやりやすいんですよね。かなり商業ベースではやはり5000万画素よりも1億画素よりも1億5000万画素とかあった方がより細かいところまで見て、いらないもの、例えばホコリがついていたとか実際のシミがついていたとか、本当に細かく綺麗にレタッチして、それを最後にリサイズして出力するとすごく綺麗な画像といいますか写真になりますので、商業ベースでは、ね、非常に大切なんですよね。画素数、高画素っていうところがね、トリミング体制もかなり高くなるっていうのが次にかなりいい点なんですよね。商業利用で、撮影してますと、例えば人物を撮影した時に横位置でこっちだけすごいスペース空けて人物をここに立たせることとかがあるわけですよね。この雑誌の見開きを想定して人物を片方だけに立たせて横は空いてると。なんですが、やっぱりここの表情が良かったということで、それが表紙になるということも起こり得るんですよ。そうなるとかなりトリミングしたまんまそれを表紙にしなきゃいけなくなるので、そういった時にはですね、やはり2000万画素とかになるとちょっと砂利が出ると言いますか、こう水増ししてもいいんですけど、ちょっと解像感的にシャープネスが強く感じてしまったりとかということが起こり得るんですよね。そう考えると最初から画素数が潤沢にあった方が、いざという時にトリミングした時のデータのその素養というものがいいもので、なのでやはりこの雑誌とかで使うで表紙にまでもしかしたらなるかもっていう使い方が不明瘍な、用途が不明瞭な場合は、やはり高画素機でとりあえず撮っておくっていうことが望まれたりするんですよね。というところで、あくまでも最近の高画素機のメリットって考えていきますと、この商業利用で後でどういうふうに使おうかなっていう素材として撮るっていう場合は、かなり高画素機のメリットが出てくるのかなっていう印象ですね。総括に参りますね。自分の作品撮影で、それで自分で全てコントロールできるような撮影であれば、もう2000万画素台で十分だと思います。もう自分はこれを撮りたいんだっていう決めて撮れるので、もうある意味ほとんどトリミングとかいらないですよね。なので先ほど申し上げたトリミングとかをする可能性があるってなれば、高画素機で撮っておく方がいいんですけれども、もう自分でこの1枚1枚入魂で撮影できるような状況の時でしたら、もう十分に2000万画素台、そして後で水増しすればある程度のね、素晴らしい解像度で大きな大伸ばしにも対応できるっていうことで、十分にね、作品のクオリティも確保できるのかなというふうに思っております。で、やはりね、この商業撮影で一部を切り出して印刷物にすると、そういったところの使用用途が想定される場合は高画素機が必要になってくるっていうので、まあ、先ほど申し上げたやはりもう 95% の写真には関係ない世界って言ったらちょっと乱暴な言い方ですけれども、になってくるのかなって感じですね。なので僕とかの場合はもうやはり半分ぐらいはまだ商業ベースで活動しているところもあるので、どうしても高画素機は必要なんですよね。ポスター撮影、先ほど申し上げた雑誌、横位置で撮っておいて一部の人物を表紙に持ってくるっていうことが起こり得るので、そういった際はやはり5000万、やはり今も僕もね、1億画素ぐらい欲しいなって思う時もあります。やはり相当拡大して細かいスキンレタッチとかをするってなると、5000万画素でもね、もうちょっとあれば楽なのになって思うことがあるんですよね。もちろん5000万画素を1億画素に伸ばしてから作業するっていうのも悪くはないんですが、やはりね、もう最初から5000万画素、いいものは5000万画素で処理していきたいというのはあるので、そういった意味でね、まあ、商業利用では高画素機、そして自分の作品とか、そして SNS とか思い出とか記録のジャンルでは2000万画素あれば今は十分なのかなと。そしてさらに言うと、撮像素子、そして映像エンジン、そしてローパスフィルターですね。この3つがうまく重なったバランスが今すごい非常に優秀な、このクオリティの高いデータ、そして写真を生み出してくれるのかなというふうに思っております。
はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもね、いろんな思いがあるとは思います。で、 EOS R6 そして R5 はおそらく4500万画素と言われている中で、まさに絶妙なバランスだと僕は思っていて、プロが先ほど商業印刷で使うトリミング体制も4500万画素あればかなり高い、そして速写性も多分高いと。で、優秀な映像エンジン積んできててグラデーションも綺麗っていうところで、全く問題ない状況でのカメラが EOS R5、 そして EOS R6 は2000万画素で出てくるという噂で、これも本当にハンドリングとかを考えると相当いいですよね。で、おそらくですが、これ暗所相当暗いところで相当強いカメラに仕上がっているだろうなってことが予想されますよね。常用感度が例えばですけど ISO 10万台と、そういったことが全然起こり得るので、そこを考えた時に皆様いかがでしょうかね。僕はなので EOS R6 も1台もしそういった形で発売されるのであれば導入してみて、どんどんね、いろんな撮影手法とか、常用感度10万の世界だとこういう撮影ができるとか、そういったところも提案できればいいかなっていうふうに思ったりしますね。なので、これからは画素数至上主義っていうのが一時期続きましたよね。やはりね、画素数ある程度必要だったと。なので3000万が5000万だ4000万だっていうふうになってきましたが、いよいよ2000万画素台ぐらいで一回落ち着けて、2000万、もしくは3000万前後ぐらい、そこぐらいで落ち着けて写真をこう表現していくと、そういう時代に入ってくるかなっていうのもちょっと感じますね。はい、というところでね、皆様のご意見とかもコメント欄でいただけたらと思います。合わせましてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。